時間の無駄。先週は良かったんだけど。いつもほどの敵じゃなかったな。大量の祭司が商人の娘に恋をした話の方が好きだな。邪魔するな流れ者。今は傭兵じゃなく奇跡が欲しいんだ。俺の部下を殺した奴を知りたい。追跡は得意だ。手を貸そうか。何があった？大量殺人があった。夜の衛兵が5人採石場でズタズタにされてた。5人が殺された？なぜ？さあな。一人目は解放前からいるやつさ。みんなこの採石場で凶王の奴隷として働いてた。友よ、光の中を歩みますように戦えるやつだった。忍び寄られたか大人数に襲われたんだろうさ。おかしなことやいつもと違うことはあったのか？ああ、どうだったかな。そうだ、死体の山とか血しぶきとか。すまん、まあ言ってるんだ。殺人なんて変わったことはないよ。でも最近少し爆弾を使ってた。サラバドが言うには。いや、まさかそんなことが。爆弾を使っていたのか？ああ、岩盤を剥がしていい岩を取るんだ。毎年1週間はやってるね。でもそりゃ死人とは関係ない。あいつらは引き裂かれた、吹っ飛んでない。サラバドは何て言っていたんだ？いや何も、山積みの岩のことばっかりだよ。昨日はなかったって言いやがる。だからここは採石場だ。俺たちは一日中岩を動かす。岩が動くのは当たり前だろって言ってやったんだよ。機械の仕業じゃ。どうだかな。採石場は囲われてる。グリントホークの仕業だとも思えないしな。採石場を調べてみる。役に立つのかね。なんだかつまらなかったな。いつもほどの出来じゃなかったな。なんだかつまらなかったかも。ここ好きだな。ブレイズ、爆発を起こせる量。
妙だな。なぜここに山が。でかいな。
なんだかつまらなかったよな。あんな機械見たのは生まれて初めてだ。ふっ、こんな大胆な狩人どもな。やるよ。貯蔵庫にあったんだがな、あんたにあげて文句を言う奴はいないだろうさ。あんたが光の中を歩めますように。特に地面の下にいる奴と戦う時は。未だに採石場じゃ忍び足で歩いてるよ。ジランは未開の東を襲撃した。三王アバードは平和の特使を送ったらしい。長い。いつもほどの出来じゃなかったな。涼しくなりそうにないな。
なり気をつけないと。すぐ使うことになるな。あれが導きの塔、巨大だ。
では三王の掟に従う。いい服を着ても俺は騙せない。流れ者には変わりない。母者の仕立て屋に限るな。
を乾かさないと。追跡用だな。これで空腹が収まる。
めておこう。平和にはいかなそう。捨てない方がいい。
追跡用に取っておこう。多すぎる。
風で砂が叩きつけられてる。好きな景色だ。